こんにちは、丸さんです。つい買ってしまった雑誌を紹介している動画を作っています。今日はですね、これ本屋さんで売ってたわけでもなく、コンビニで売ってたわけでもなく、Facebook のね、多分タイムラインに流れてきて、あ、これ買わなきゃって思った雑誌がこれです。観光文化、機関誌観光文化、第243号、これね、出たばっかりだよね。多分いつだ、ここは、発行日2019年10月とかです。なんでこれ買っちゃったかっていうと、もうこのタイトル通りですよね。観光と図書館ですよ。観光と図書館、わかります？まあ、僕自身もね、図書館っていうところで仕事に関わってはいるんですが、いわゆる観光地の博物館、美術館には行く人は多いと思うんですが、観光地の図書館に行く人というのはすんごく図書館マニアです。はい、まあ、ちょっと間を空けましたけど、図書館を取り巻く動向と観光振興とありますね。それから表紙が目次になってるのすごいね。事例に学ぶ図書館を生かした地域の観光魅力づくり。残念ながら山中湖情報創造館は出ていませんが、全国にあるですね、いろんな特徴のある図書館が、載ってます。で、特に観光として行ってもいいよねっていう場所が取り上げられてます。これすごいのね、山梨県には実は甲州市立勝沼図書館っていうところが出てまして、甲州市立の、ね、勝沼図書館というところが出てます。ここはワインに関する、この甲州ワインですよね、甲州ワインに関する、いわゆる図書館的に言うと地域資料という言い方をするんですが、甲州ワインに関するその地域ならではの図書本が揃えてあるというところがすごくいいです。それ以外にもね、結構面白いですね。で、まあ、あと観光と図書館連携と活用の可能性を改めて考えるという、これ島田学さんと江川千佳さんの対談が出てます。それから観光と図書館、ちょっと見てみましょうかね。これね、どう発音したらいいんだろう。これ多分沖縄の言い方なんだけど、だけど、ウトゥイムチの心を図書館からということで、この中に取り上げられてますけど、沖縄県恩納村にある図書館ですね。正確に言うと、恩納村文化情報センターというところの館長さんが書かれている、所長さんが書かれている関東圏というのがあります。ここね、もっと一度行ってみたいなと思うんですよ。本当に読書席、カウンターの、ね、読書席からね、沖縄の海が見えるんですよね。やばいですよね、これね。そういうのあります。観光と図書館と、目次さんと出てた、目次がありました。図書館を取り巻く動向と観光振興、図書館、事例に学ぶ図書館を生かした地域の魅力、観光魅力づくりということで出ているのは、高山市図書館ですね。八戸ブックセンター、これ別の本でも紹介したかもしれないですけど、八戸ブックセンターは公立の図書館と本屋さんが一緒になってます。それから恩納村文化情報センター、これ沖縄ですね。奈良県立図書情報館、ここもですね、結構ね、奈良だからね、結構いいですよね。で、先ほど言った甲州市立勝沼図書館、それから長野県の小布施町立図書館、ここも町図書テラスというところで、なかなか雰囲気のあるところです。それから、これ、観光でいいのかな、まあ、都内なんですけど、千代田区立千代田図書館、九段下にあるんですが、ここもね、なかなか、ある意味、ロケーションのいい場所といったらいいのかな、合同庁舎の上の方にあるんですけど、なかなかいい場所ですね。近江市立八の、東近江市立八日市図書館。いいですね。あとここもね、伊那市立高遠町の図書館、ここもなかなか良さそうですね。それから観光と図書館連携と活用の可能性を改めて考える、先ほど言いました、かつて、
瀬戸内図書館の、ね、立ち上げた島田マダムさん、今これなんだ、奈良大学か、奈良大学文学部教授になっておりますが、島田さんと、井谷千佳さん、ジャーナリストの井谷さんですね、つながる図書館を書かれた方ですね、井谷千佳さんの対談です。それからこれ面白い、このコラムも面白いな、半世紀以上も前に提唱されていた観光と図書館というのがあるそうですね。ちょっと後で作り上げます。観光と図書館、結構文字たっぷりです。写真とかじゃなくて文字、それから表がたっぷりありますね。事前に学ぶ図書館、これなんで山中湖情報創造館が出てないのかな。いまいちここに載らないんだろうな、かなりそれぞれの図書館について詳しく、調べてリサーチしてますし、取材してますし、ちゃんと書かれています。ページは全部白黒なんですけど、本当にこう行ってみたくなるかなっていう感じがしますね。なしですね。大好物は郷土資料、真鍋淳子さん。二度目の旅は図書館から。これね、本当にね、一つの旅の楽しみ方だと思うんですけど、行った先々の図書館にね、フラッと入ってみるっていうのも時間があればやってみるといいです。もちろん、古くさ、ある意味古くさいって言っちゃいけない、古いレガシーな図書館もあれば、すごく写真の新しい図書館もあったりして、ただ、それぞれの町の、なんていうのかな、雰囲気というか空気というか、それを感じることができたりとかします、図書館っていう場所は。だからこの町どんな町なのかなってちょっと気になったら、そこの町の図書館に行ってみるというのはね、その町の雰囲気を知ることによって結構伝わるかなと思うんですね。あ、この対談がまた長いや、すごい、これちょっとじっくり読みたいですね。あ、そういえばこれって、あ、紫波町出てないんだ、へえ、世紀上前に提唱されていた韓国と図書館っていうのがありますね。韓国と図書館、地域の観光に図書館はどう寄与できるか、これもなかなかちょっと興味深いですね。いいですね。今取り上げたものだけではなくて、地域の観光に寄与する図書館注目事例ということで、全国の今取り上げただけじゃなくて、いろんな図書館の紹介がされていますね。ただうちは出てません。これちょっと読み応えありますね。ページはそんなに厚くないです、薄いんですが、書かれているテキストがたくさんあります。で、この機関紙観光文化もいろんなテーマで、インバウンドとか、ビジネストラベル、なるほどね、地域の意思、なかなか観光文化っていうこの機関紙もそれなりの面白いテーマを持ってますね。発行が日本交通公社の、ものです。観光と文化、これは243号ですが、これがいくらだっけ、1100円だったかな。これね、最後注目してほしいんだけど、実は日本交通公社さん自身が旅の図書館っていう、旅行に関する本を集めた図書館を持ってます、一般の人も入れるので、そこもね、行ってみると面白いです。そういう意味で、その旅の図書館を持っている日本交通公社さんが、今回こういう観光文化の中で観光と図書館というので取り上げたようです。なかなかね、これそこ、図書館で買ってくれるとこがあるかなとは思うんですが、ちょっと手に入りにくいかもしれないので、僕はAmazon で買っちゃいましたけど、なかなか面白い内容です。観光と文化、機関紙第243号、日本交通公社のものです。もし読む機会があったら、図書館と、観光で旅と図書館みたいなところで、
参考にしてみるといいと思います。はい、ひとまずこんなところで。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。